ユアレー軍はアメリカ合衆国コロラド州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4436人であり、2000年の3742人から18.5%増加した。軍庁所在地はユアレー市であり、同軍で人口最大の町でもある。その岩がちな地形からアメリカのスイスとも呼ばれている。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は542.21平方マイルであり、このうち陸地は540.47平方マイル、水域は1.74平方マイルで、水域率は0.32%である。軍内では、標高14,150フィートのスネッフェルズ山が最高地点である。 他にも標高が13,300フィートを超える山が多くある。その他特徴ある地形として、ログヒルメサとプレザントバレーがある。ユアレー軍は1877年1月18日にサンファン軍から分かれて設立され、州に昇格したばかりのコロラド州議会が初めて創設した軍となった。軍名はユト族インディアンの著名な州長ユアレーにちなんで名付けられた。 ユアレイ氏が1877年3月8日に、軍庁所在地に指定された。1881年2月19日、軍内の西部が分かれて、トロレス軍が作られた。1883年2月27日、ユアレイ軍は分割されて、西側にサンミゲル軍が作られた。当初はサンミゲル軍となったところが、ユアレイ軍の名前を保持し、今のユアレイ軍は、 アンコンパーグレ軍と呼ばれていた。そのわずか3日後の3月2日、コロラド州議会が考えを変えて、今の軍名に置き換えられた。ユアレー軍庁舎、ユアレー軍庁舎は1888年にユアレー市に建設され、現在はアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されている。サンフアン山脈の工業経営者が1903年に、 サンフアンチク工業協会を結成した。これは、テルリド工業協会に対して、西部交付連盟が1日8時間労働を提案し、州内有権者の72%が賛成した住民投票で認められたことの直接の結果だった。この新しい協会は、サンミュゲル、ユアレー、サンファン各軍にある36の鉱山資産の総力を固めた。協会は、 労働時間の短縮や賃金の昇給を検討することを拒み、辛辣なストライキを引き起こすことになり、コロラド労働戦争と呼ばれるものになった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。URL からログヒルビレッジにかけての長望脇のベアクリーク、URL 市の南 URL 群には2つの自主規格自治体と3つの国勢調査指定地域及び4つの 未編入の町がある。自主規格自治体は、ユアレーシュトリッチウェイ町であり、軍内では人口が多い。ログヒルビレッジが次に人口の多い町であり、軍内の残り部分に比べて豊かな地域社会である。ログヒルビレッジ、ポートランド及びコロナが国勢調査指定地域である。未編入の町は、キャンプバード、ダラス、シスルダウン及びエルドレッジである。 リジウェイとユアレイを除いて、すべての街は、住宅地であるが、ロングヒルビレッジはいくらか観光業もある。コロナ、エルドレッジ及びダラスは、アメリカ国道550号線に沿って、軍内北部にあるが、エルドレッジとダラスは、サンフアン山脈のバレーの中にあり、コロナは、アンコンパーグレバレーのすぐ先にある。ポートランドは、ユアレイ市のあるバレーの下流にあり、リジウェイよりは南である。 キャンプバードとシスルダウンは、ユアレー氏の南、キャンプバード道路沿いにある。街の並びは、北から南にコロナ、エルドレッジ、ダラス、リジウェイ、ユアレー、さらに、キャンプバード道路沿いに、シスルダウンと、キャンプバードの順になっている。歴史的な街であるスネッフェルズと、アイアントンがそれぞれキャンプバードの西とユアレーの南に、ある。カキリストの人口は2010年国勢調査による。 ものである。アメリカのスイスとも呼ばれるユアレー郡には多くの公園やハイキング道がある。リジウェイ州立公園がリジウェイの北、リジウェイ貯水池の側にあり、マリーナやキャンプ設備、さらに長大な散歩道がある。郡内とその周辺にはアンコンパーグレ国立の森、スネッフェルズヤンバル記事、及びアンコンパーグレ原生地がある。郡内を ベアクリーク国立レクリエーショントレールが通っている。アルパインループ国立シーニックバックカントリーバイウェイやサンフアン国立シーニックバイウェイのようなサンフアン山脈やシマロン山脈の景観を楽しめる景観道路がある。グレートパークス自転車道やウェスタンエキスプレス自転車道も群内を通っている。1969年公開のジョン・ウェイン出演アカデミー賞映画勇気ある。 追跡の撮影場所としても知られる。ありがとうございます。